さん今日お誕生日なんだそうですね。あ、8月12日。何歳になられるんですか？21歳に。あら24歳です。あのどうぞ開けてください、パリパリって。開けていいんですか？なんだろうね。すごく J さんに似合うものをスタッフで。パリパリって破っちゃっていいんですか？バーッと派手にアメリカ風にやってください。お力でですね、髪の破り方。すごいね、これ、ね、匂いがこそこするんです。なんなんでしょ。これ勢いよく飛びさなきゃダメなんだ。あら驚かなきゃいけないんだけど一応ということですね。すみません。もし生まれ変わったとしたら、ミュージシャンじゃないものをチョイスするとしたら何やりたいですか？何やりたい？僕昔からスズメになりたいんです。マジ？どうして？楽そうで。電線に止まってチッ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 ってると。そう、へー。いやもう昨日ライブ見せていただいたんですけども、リュウさんのかっこよさにちょっと参っちゃって。そうですか。そのストレートにこう言われたのは初めてですね。あ、そうですか。100回ぐらい。なんですか。100回ぐらいあるんで。ないあすごいこうなんか表情豊かで、全部ポーズが決まってるっていうか。自分ではそんなに意識してないんですけどね、歌うことが結構好きなんで、世界に入っちゃうと自分でも止められなくなっちゃう。どうしました？もう私あまり見つめないように舞い上がるんで。どう人と喋るときは目を見るよ。目でくどくってやつですか？いや。あれ加藤さん今日ロバのこれ口ですか？何ですかこれ。ロバの。いやそんなことぐらいまで。へー。クラスの人気者みたいな。通信簿には好きがないと書かれ続けて6年間みたいな小学校生活。どの科目が一番得意だったんですか？体育と音楽とかね、結構もう動物みたいなもんですよ僕なんて。考えてみれば、でもこの逆で数学とかも、算数だっけ小学校は。そう、算数得意だったんですよ。へー。一番偏差値高かったから。あ、本当か。逆に不得意だったの。漢字取りってね。私も書けないもっと今詩をいっぱい書いてる。だから先生と戦うわけですよ。もう下校時間ね、とっくに過ぎてるのに、職員室に残って、なんでリュウチ君白紙で出すのと。俺はロボットじゃないと、俺はロボットじゃないんだ、人間なんだ。そんな10回かけとかさ、15回かけとかあれじゃない。ふざけるなと。幼稚園の時に脳を逆に書いたことはあるけども、俺は別に漢字をこうね、こう手で書いて覚えるもんじゃないと思うって先生とこうずっと言い合って、そうするとこううちの父親とかね、小学校に呼ばれるわけで、お父さん来てください、手に負えませんって、それでお父さんが朝もう眠い目をこすりながら、もう俺も仕事なのになとか言って漢字ドリルを俺にやらせたっていう。まさか自分がそうやって歌を書くようになるとは。いやでも詩とか本読むこととかすごい好きだったんです、だから国語の授業自体はすごく好きだった。文学少年。そこまでも偉そうじゃないですけどね。本はいっぱい読んでるよね。多分ね。自分が知らないものがあると気が済まないと思ったんですよ。結構。でその分なんか広くて浅いとは言われるんですけど。結構そういうのやるのに時間かかりますか？そうですね、日によって変わりますけどね、調子がいい時は休みですね、このおじさんのよく知ってますね。最高24時間っていうのがありますから。それはメイクだけじゃない。そうか。撮影全部含めメイク24時間でしょ。そうですね。いや今手がね、ちょっとカメラさん、この理由はどうしてるんですか？これは今日はこれからライブ本番なんですよね。ギター弾いてる時は怒っちゃうんですよ、汚くなっちゃうんですよね。すごいギタリストの息をのつけ方って感じがそうですね。ライブでやってる時になんか最高っていう瞬間感じたことありますか？ありますよ、それは何回も。なんかそれどんな感じですか？そうですね、いつも言うんですけど、本当に一つになった気がする。その会メンバーとスタッフと会場のみんなと、会場のステージも客席もその建物全てが一つの生き物になってる気がする。
で自分はその中の細胞の一つになってる感覚、その間にいるんだけど、実は全てを見下ろしてる自分がいるんだね。ルナシでドラム叩いてます深夜です。はい、そして稲田さんお願いいたします。ルナシーというバンドでギターを弾いております。稲田です。というバンドで押すだけかっこいいじゃないですか服が。なんかねテレビ見てる人にどっかで見たような服だと思うよなんか深夜似たようなの持ってなかった俺が俺じゃないですか。あ、そうかそうなんだよ、ね、もうファンの人が今怒り狂ってるかもしれませんね。縮小とか言ってここね、ちゃんとね腕まくりこうやって言わないで、ね、お二人が高校生の時はねどういう高校生だったかなと思って。あ、僕ですか、はい、どういう高校生だったんでしょうね。まあ普通に悪くて普通に暮らしてたじゃないですかね。何の科目が一番得意だったんですか。何にも得意じゃありませんでした、ね、ただこう人付き合いが上手かったですね。あ、道徳ですかね学科にすれば、まあイノランさんはいかがですか。どんな高校生。普通だよ、普通の人と遊んで、いろんな人と遊んでたし。好きな教科とか先生とか。全然あんま全然好きじゃなかった。学校行くのがただ楽しい、ね、そうそういう感じ。あ、じゃあ2人とも結構ね、にぎやかな、なんかこう華やかな、なんか楽しい人たちだったんです。そうですね。だってさっきの待ち合わせの時間、すごかったじゃない。すごい、ああ、楽屋での。楽屋での。いや、ね、マスクにしましたよ。ね、星子さんをね、いろいろお化粧してあげるみたいな話になりますね。危ない。私のことはどうでもいいから、先に進みましょう。はい、先に進みましょう。はい、この前お会いしたのが8月ぐらいでしたよね。去年の。ね、そうですね。うん、1年ぶりにちょっとね経ってますけれども、この人とはよく会うんですけどね。この人とは、そうだっけか。え、何、どっちがどっちを誘うんですか。もう大体誘われてもうしっかりやめてほしいなと思いながらも連れていかれてね。あ、本当。で、だって一昨日携帯なんか入ってたような気がしたな、誰かの声が。あれ、え、誰かの声で何て言ってたんですか。いや、体調万全にしてやるんで、いろいろ人生を語りたいと。なるほど ね、うん、あ、これはいい機会だなと。だから、いや、今日のことですよ。そうです、このテレビ収録の話です。あ、そうなんだ。なんか、あ、私もしかして星子さんって、うん、あの龍一くんの子なんかお父さん役みたいな感じなのかなと思ってね。あ、うん、テレビ言われますね。あ、そうなんだ。誰にですか。飲み屋のお姉さんにお父さんですか一番好きなフレーズはデザイアン。一番好きなのはね、いやもうほとんど好きだけど、うん、でもやっぱり A メロ2番の詩が好きかな。あ、なぜ君の前では思うようにできないっていうのが結構好きなんですけど、それって、まあ、星子さんの場合は別としたいで、うん、なんかそういうあの、まあ、今まで の、うん、あの、はい、経験の中で、うん、そういうふうに、まあ、あの女性の前に立ってタジタジってなっちゃったことって龍一さんもあるんですか。っていうかね、うん、好きになっていいなと思ってるぐらいの時は全然平気なんですけど、本当にね好きになっちゃうと、まあ、勝ち負けじゃないんだけど、もうその存在に対して絶対的に負けてる感じがしちゃうのね。まあ、それこそ好きなんだけどって伝えて、その思いが通じなかったらどうしようってこともどっかで考えてるのかもしれないし、逆にその存在がもし何かのきっかけでなくなってしまったらどうしようっていうのもあるし、うん、とにかくその存在に対しては不器用にならざるを得ないっていうか、うんうん、不器用になっちゃうと例えばどんな風になっちゃうんですか。いや、どんな風に言ってね、なんかあの思ってることの裏を言っちゃったりとかすることはあるけど、うん、あ、それって結構よくクラスにいるなんかあの小さい時にいるいたずらの男の子みたいな感じ、うん、そう、あの小学校の時もすごくね好きな子がいてね、うん、どっちかっていうかあのいじめってたんですよ本当結構そっちの方に走っちゃうんだ。おにぎりをねどっかに行く時にね握ってもらって遊園地行ったのかな、うん、みんなで、うん、ですごい美味しかったんだけど、うん、美味しいって聞かれてみんながなんか冷やかすから、うん、こんなまずいものとかって言ってさ
その子泣いちゃって泣いて帰っちゃったんだよ、うん、1メーターぐらい後ずっとこうつけて帰って、うん、つけてついてついてついてったとかね、なんかこうチョコレートもらう時にもなんか、うん、わあチョコレートもらえるんだと思って手を伸ばそうと思ったら後ろで冷やかされて、うん、いらないとかって言ったりとかね。じゃあ、 あの時はまだなんかこう、少年っぽい感じで今本当に、うん、男って感じ、セクシーですね。男っぽいよね、セクシー。セクシャル。だから星野さんがいると違う意味になっちゃうんだよ。エッチっぽいですよ、星野さん。なんでエッチっぽいんだよ。それって、これで骨折してるんです。なんでですか。酔っ払って壁殴ったら降りてる。やってんな。なんで壁なんか殴ったんですか。うん、いろいろあるんですよ。うん、それってアルバム制作中ですか。いや、つい最近。うん、それってこれ。やんちゃ盛りということは自分の家の壁。そうなんです。あ、よかった、うん、壁穴開きました、ええ、見事に電話破壊。嘘、うん、殴られたら痛そうやなんかジェット喧嘩はしたくないですよ。したくない、したくない、ね、怖い、そういう問題ですか。じゃあ今ね、時間とお金全部もう嫌い、何でもいいっていう、何でもやれることを やらせてあげるって言われたら、うん、何やりたいですか。うん、お金もあって時間もあって何でも許される。何でも許される。うん、音楽やるだろうな。あ、やっぱりそうなんだ。うん、でやっぱりベースとか。うん、そうだろうな。いや、いろんなミュージシャンお金で誘って。ボーカルとかやんないの。じゃあボーカルね、やんないですね、うん、語りは、うん、やるけど ね、やるけどね。ほらほら、うちボーカリストがいるから。なんかボーカル取りそうなケースだよね。ハードなね。ああ、ね、だってごっつい曲、ごっつい曲、うんうんうん、あとこの Forever and Forever の Forever and Ever のこの英語の部分ってこれ、うん、ジェイさんの声ですよね。うん、結構英語でバーって喋ったりするの得意みたいですね。いや、得意じゃないんですけど、うんうん、頑張ろうかなと思ってます。うわ、うん、Well, if you ever need an English teacher, I can be your English teacher. なんと通訳お願いします。興味あれば英語先生になってあげるって言ったんでね。なんで分かったの。本当に。うん、じゃあ、お願いしようかな。まあ、それじゃあもう皆さんもこの番組で英語のレッスンでも始めましょうか。みんなで一緒に。みんなで一緒に。うん、OK。じゃあ、みんなでジェイに Thank you というふうに言いましょう。Thank you, Jay. 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 何やらせんだよ。間にアジアの人間がちょっと挟まってるんですけど。どうもイントネーションが違うから。そしてこのアルバムは Stylist ですよね。ジェイさんに言っていただきましょう。どうぞ。Stylist。ほら、あんま照れさせないで。もう照れちゃったよ。ところで杉澤さんも、うん、お誕生日7月8日なんですね。はいね。あ、はい、一応ね。いつになるんだっけ。いいんじゃない。息子さんいくつですか今度。俺若干30。自分の年もね、7なんて失礼ですよね。30年前に30だったという話。うるさいな。まあ年齢不詳にやってんだから。でも蟹座ですよね。そうですね。蟹座ってのはどういう性格なの。家庭的だって。ほー、全然家庭的じゃないですけどね。亀飼ってらっしゃるんですか。うん、あ、名前までつけて、2匹、うん、ミッキーとマロリーってのがあります。もう一回言っていただけますか。大きい方がミッキーで、ちょっとちっちびの方がマロリー。マロリー、うん、なんでミッキーとマロリー。まあ、そういうね、うん、その2人が主人公の映画があるんですよ。ミッキーとマロリーっていう映画なんですか。うん、ミッキーとマロリーって名前じゃないけどね。トムとジェリーじゃないんですけどね。うん、あ、でもそういう人が出てくる映画があって、うん、俺大好きで、うん、なんで亀買おうと思ったんですか。分かんない、意味ないです。ペットショップ行ったらなんか欲しくなる、うん、かわいいですか。かわいいですよ、うん、遊ぶんですか亀と一緒に。最近忙しくてね、うん、なかなか戯れられないですけどね、うん、でもやっぱり嬉しそうな顔するんですか杉田さん。うん、帰ってくるとこうやって寄ってきますよ、ガタガタガタ。本当に。あ、そうなんだ。ね、ところでボクシング始めたんですって、うん、去年の12月ぐらいから行ってますけどね、うんうん、全然忙しくて行けないです、うん、何回ぐらい今までに。本当は週3回ぐらいで行ければいいんですけどね、うん、行ける時は行けるんだけど、うん、行けない時は、例えばレコーディングの時はまるまる3ヶ月行けなかったし、うん、だって演奏に関係してきちゃうしますね、うんうん、リュウと一緒に行ってるでしょ。で、彼ボーカリストだから、うん、やっぱりレコーディング中でもね、うん、適度な運動とかするとね、うん、プラスになるんだけど、うん、
俺の場合やっぱりギター弾きだから、うん、本当に練習しちゃうとね、うん、結構腕が震えたりするし、うん、そうだよね、震えるような音になっちゃったらちょっと困る。それですっげー早いぐらいやっぱりそれやるけどすんごいセクシーの音が出るかもしれないけどね。シャドーボクシングやる。え、ちょっとちょっとやっていただけますか。いや、やめましょう。いや、ちょっとだけ、ね、ちょっとだけ、もうガキってきやつ。あ、そうもう結構ね、かっこいい来るんだよ、これは。もしこさんいじめるんだよね。これだけ、おうって感じで体が一緒だよ。リュウチ君と戦ったことはあるの？ないないない、まだスパーリングとかやったことないです。あ、そっかそっか、うん、でもやったらそれも見てみたいね。うん、ね。どんな人だったんですか。初めていいなと思った女の人。もうそれは幼稚園っていうか、あ、うん、どんな何子ちゃんっていう感じ。その子はスミちゃんっていう感じ。スミちゃんは同じクラスの女の子。幼稚園の時ね。あ、幼稚園の時、ね、結婚しようねとかいろいろしたみたいですね。親子公認でね。スミちゃんとどんなところ。覚えてないよ。ただ、うん、本当にそういう恋愛を意識したのは小学校の4年生ぐらいの時かな。うん、転校生がいてね、うん、その子に、うん、好きな覚えがありますね。どんな人で喋れなくて、うん、喋れなかったね、うん、子供の時って好きな子に逆にさ辛く当たったりしちゃうんだよね、うん、いじめたりするよね、うん、そういうことしてましたね。あ、どんな板からとか、まあいいじゃないですか、いろいろあるんですよ。わかりました、いろいろあるんです、うん、あ、そうなんだ。